北国新聞ニュースをお伝えします。県内では昨日新型コロナの陽性者が新たに確認されず、102日ぶりに感染者がゼロになりました。石川県の発表によりますと、昨日午前10時までの検査が588件ありましたが、結果はすべて陰性でした。昨日新規の感染者が確認されなかったのは全国で石川県だけで。 県内の感染者ゼロは、第5波直前の6月26日以来、102日ぶりです。県は、感染の第5波が収束したと見ていますが、今月に入り、2件のクラスターが確認されています。このため、気を緩めず、引き続き注意を払うよう呼びかけています。一方、入院患者と宿泊療養者を合わせた療養者は、 昨日の時点で95人になり、7月11日以来100人を切りました。また、感染状況などを示す石川県の指標4項目のうち、直近1週間の新規感染者数は77人で、ステージ2の感染拡大注意報に改善しています。このように感染状況が改善する中、 石川県は明日、飲食店を支援するイート食事券の販売を再開します。ゴートゥーイートの食事券は、一冊一万円で購入すると。一万二千五百円分の食事などに使うことができます。今年七月一日に、八十万冊用意して販売が始まりましたが。コロナの感染拡大で、販売開始からおよそ半月で、停止していました。 感染状況の改善を受けて明日から販売されるのはすでに売れた分を除いた食事券およそ41万冊です食事券は会員郵便局と新金沢郵便局以外の県内248カ所の郵便局で来月15日まで販売され売り切れ次第終了します食事券を利用できるのは 県のコロナ対策の認証店3352店で、12月15日まで使えます。石川県の県民旅行割と金沢市の旅行割引事業も、明日から再開します。石川県は、飲食業界と観光業界の需要喚起と、地域経済の活性化につなげたい考えです。県内で販売される、 レギュラーガソリンの平均価格が1リットルあたり160円台と2014年12月以来の高値になりましたガソリンの値段はコロナ流行後の世界的な経済回復を背景に原油の需要が増え上昇する傾向にありますさらに最近ではオペック石油輸出国機構と非加盟の産油国が 追加の増産を見送ったため、原油先物相場はおととい、指標とされるアメリカ産標準油種がおよそ7年ぶりの高値になりました。こうした動きを受けて経済産業省によりますと、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今月4日の時点で1リットルあたり161円40セン先週よりも2円10セ高くなりました。 160円台になったのは、2014年12月以来、6年10ヶ月ぶりです。ガソリンの価格は来週以降も上昇が続く可能性があり、加工食品などの値上げが相次ぐ中、家計を直撃しています。金曜テーマに金沢21世紀美術館で開かれているアートアカリウム展の来場者が、 昨日う3万人を突破しました。イベントが誕生して15周年になるアートアクアリウム展は、日本で親しまれてきた金魚をテーマに開催され、来場者が昨日で延べ3万1021人に達しました。金沢21世紀美術館の会場には、大きな蓮の花をかたどったものや、着物を埋め込んだものなど、多彩な水槽が並んでいます。 訪れた家族連れは、赤や青、黄色の光の中を金魚が泳ぐ幻想的な美に見入っていました。アートアクアリウム展は、今月14日まで開かれています。日本一産の北前船気候地について学ぶ催しが昨日金沢市金岩地区で開かれ、大野港神社の大絵馬などを見学しました。 この日本印産北前船気候地金岩巡りは金岩の歴史を知る会が企画し林吉蔵会長が見どころを紹介しましたこのうち自中町の大野港神社では日本印産北前船気候地千種集落に含まれる文化財の一つで旧拝殿にある大絵馬を鑑賞しました参加した歴史を知る会の会員たちは 本流寺の鐘楼なども巡り、地域の歴史に親しんでいました。保育士の資格を持つピアニストが昨日金沢市内の認定こども園でキッズコンサートを開き、園児たちを楽しませました。金沢市与那間町十丁目に住むピアニストの森舞さん、三十八歳は保育士の資格を持ち。 子どもたちが音楽を通して成長してほしいと、今年8月からコンサートを開いています。今回は金沢市の千鷹子ども園で開催され、有機100%、カイトなどのポップスから、ホルストのジュピターなどクラシックの名曲まで多彩な15曲を演奏しました。167人の演じは手拍子や歌を口ずさみ、森さんの奏でる音を楽しんでいました。 このコンサートは来年の3月まで依頼を受けた県内の保育施設などで開かれます。